ここより世界に痛みを。神羅転生。どこだってばよ。敵はどこにおるんだ。してこの葉の外に口をさせなんだんじゃ。ここがこの葉が。あたりをよう見てみんさい。まさか。誰がこれをやったかは明白じゃ。綱手様、ご無事で。許さんぞ、ペイン。額のマークがない。これではもうみんな無事だといいんだが。大丈夫ですか、平田様。それより甲の怪我を。私のことなど気になさらぬよう。宗家が出払っている今、みんなが怪我をした。それにしても、あれはナルトだ。ナルト。探す手間が省けたな。どうしてこんな無茶。これが俺の正義。私はこれからあなたを見る。神分身をここまでにする。口寄せの術。ちょ待て。私は五代目北先代たちの宝を、夢を蹂躙したお前、ここで火影として決着。少しは痛みを理解したようだな。あるのは。こんな奴らに木の葉の火影が出るまで。ナルト。渦巻きナルト。天道の力、当分は元に。ガマキシ、綱手のばあちゃんを安全なところへ。なら勝井を連れて行け。少しは役に立つはずだ。奴らの情報。勝井ちゃんよ、ナルトちゃんの布団。カカシ先生は任務で里の。そうか、行け。ガマキシ、口寄せの術。でした。口寄せの術。先方かわずら。影分身の術。先方大玉らせんが。ペインの目はつながって。なら見えねえ攻撃見せてやるぜ。ほんとれ。自分不器用ですから。お手なし処理。かわしたはずがこれか。ちんたらしてる暇はねえ。真実で一気に終わらせて。そうか、お前は仙人王。俺もジライアから術を学ぶ。ジライアは俺のかつての師。死は平和を望んでいた。ふざけるな。あの術はナルトのチャクラが。そう、まるで手裏剣。これのどこに平和が。お前には平和の意味が理解できて。おとなしく捕まれ。ふざけんなって。何をった。なんじゃ。拡大し。寄せの術。デイダラの言って話を聞くようなやつでは。なんだ、誰か戦ってんのか。ナルト君です。ナルト。はい、
戦術を身につけて、今一人でナルト君に手を出さないように言われま。佐藤、こんなにした奴だぞ。そんな奴相手に戦術を身につけたということは、もう我々とはレベルが…さあ、打撃を与えるとそれだけ分裂します。いけージャケイ、どうやってこいつ親分。動きが鈍ってきた。さっきの術で戦術チャクラを使い切り、モードが切れる前にこいつだけでも勝っ。母ちゃん、分かったら人類間のつながりを切り離すけ。ドゥー、ブンちゃん、これから文ちゃんをナルトちゃんめがけて、これからわしの言うこと行くで、父ちゃん。先方フートンス、やつはどこだ。予選連眼、戦術は切れた。善人モードでも螺旋手裏剣は危険じゃけど、今のうちに擁護するしかな。ナルトちゃんならではの方法からそれをやるんじゃ。ロチャルト、こっちじゃ。ナルトちゃん、渡せ。わしゃや来い。ガキはノイジョリ、親分たちは下がってくれ。螺旋手裏剣で巻き添え食うと危ね。強がってからに行くぞ。ナルトちゃん、呼んだて術を解きんさ。簡単じゃ。よし、もらった。こいつは、そうか、こいつは確か忍術。なんだあれ。どうやらあのペインがキーマンのようですね。おそらくあのペインがそれを担う能力。どっちにしてもさっさと奥のやつを先、煙玉も一緒に。よし、無駄だ。お前が吸収したのは と力が戻った。まだだ。戦術なせ。よし、あと二人。しかし何をやっ、ギリギリか。神羅転生。大丈夫か、ナルトちゃん。おそらくこの里を吹き飛ばしたのも同じペイ。忍術も体術も効かん。その間を狙い撃ちするしかありません。やはり現実にはめるしかないの。俺は現実なんてできねえ。わしらがするんじゃ。これなら逃げ場はない。神羅転生。間違いありません、ナルト君です。ナルト君がたった一人で。ダメです、ヒレタ。こんな戦いに入ってもナルト君の足でまとい。ナルト君、チクショー、親分たちまでつべこべ言えずにやるんじゃ。分かっとるが、術を発動するまで少し時間がかかる。戦術チャクラが練れたら現実を始めてくれ。動くなの。戦術チャクラを練る役目を、なんでもっと人数を増やしとかんかったん。役割分担もしたも、戦術チャクラを練るのが。で、こっちの戦闘影分身も3人分しか。お前は確かに強い。だが、
万象天印。ここまでにしておこう。ナルト君、安心しろ、殺しはしない。こんなの大して痛かねえってば。今度はこっちから。確かに。なんだ、力が抜け、俺から戦術チャクラを吸収し、キュウリ捕獲完了。その発動までもう少し耐えてくれ、ナルト。まだまだだ。なら動けねえからちょうどいい。やっと観念し、自然エネルギーは扱いがむず。そうか、あのペル。戦術チャクラ、それなりに。まあ少し違うな。どういうことだって。このペインたちは操り人形。よし、準備できた。行くだよ、母ちゃん。うわあ、あの現実はもう懲り。かなりのやり手だよ。万象天印。これで少しはおとなしくなるか。ではなんだ、一体なんだってんだ。なんで、いつも突然だ。理由は後になってき。そうだな、少し話をしよう。俺はなんでこんなことを。その理由をお前に話したところで何も変わりはしない。お前と話すことなんてない。の目的はジライア先生も成し得なかった。平和を生み出し正義。こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃ。ならお前の目的は、それこそ正義だな。だが、どういうことだってばよ。火の国、そして木の葉は大きくなりなければ国、里の民が飢える。お前も俺も目指すものは同じだ。お前も俺も何も変わらない。俺が木の葉に対してやった正義は、大切なものを失う痛みは誰も同じ。俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられ、今その事象の中に生き、過去を知り、身は決して理解し合うことのできない生き物だと悟らざる。お前なら平和を作るため、この憎しみと、お前の答えを聞く。わかんねえ、そんな。俺はその憎しみの連鎖を止めるために、本当の痛みを世界へ知らしめ、その痛みの恐怖で世を安定と平和へ導く。人間はそんなに賢い。痛みも何十年と時が経てば癒えていく。た一時の平和が訪れる。それが俺の願。長門、あまり無理をしないで。平和は目の前だ。お前は俺の平和を嘘っぱちだという。エロ戦には人が本当の意味で理解し合える。口だけだな。ペインのチャクラが入ってくる。しっかりせえ、小僧。そいつが何言おうが、お前は聞くもんなとこでお前がくたばったら、うちが言うんだ。うるさいカエルだ。クイデ、ナルト君の動きを封じているのね。ナルト君にはもう手を出させない。なんで出てきたんだってばよ。私の独りよがり。何言ってんだ、ナブネとこ出てくるんじゃねえ。ここに立っているのは私。今度は私がナルト。泣いてばかりで最初から諦めて、そんな私をナルト君が正しいと。いつもナルト君を追いかけて、ナルト君と一緒に歩きたくて、いつもナルト君のところへ。ナルト君の笑顔が私を。ナルト君を守るためなら死ぬこと。私はナルト君が大好きだから。このまま終われない。銃を総指揮。
キラだ。やめろ。お前ごときの力、なぜ戦う？死ぬと分かっている。まっすぐ自分の言葉、それが私の人道だから。ちょうどこんな風に、俺の両親もお前ら木の葉の忍び、愛情があるからこそ憎しみが生まれ。そうだ、痛みを知れ。あれは俺が憎い。九尾の力か。二人でナルトと呼応するようだな。憎い。本当の意味で理解し合えると言えるか。それでいい。俺の痛みはお前以上。行くぞ。この程度か。やるな。このチャクラの感じ、日向様がナルトを助けようと出ている。まさか。封印術か。封印を解いた。来る。早い。ラッテンセイ。バカな。死んだ天聖に対。何？すごい。なんだ。ナルトはどうなってますか？とにかくナルトから6本の尻尾が。6本って、じゃああの時より。九尾の力、素晴らしい。ナルトもペインも里からどんどん離れていくぞ。天道を十分近づく。地縛転生。そこまでしなくても。少し黙ってろコナン、集中する。地縛転生。
何もここまで大きなものを。相手は九尾だ。それに陸道仙人の作ったと言われる。とにかくこれで九尾捕獲。なんだそんなの。嫌だ。わからねえ。俺ってばどうすりゃいいか。助けてくれ。すべてを壊す。そうすれば苦しみか。そうだ、それでいい。こっちに来い。なるべくそうなってほしくはなかった。もうお前に会いたくなかったしね、キュービー。でも成長した息子に会えるのは少し楽しみで。四代目ほか来い。ズタズタに。もっともだろ、ナルト。どうして四代目ほかげが俺の名前を。お前の名前は俺がつけたんだから。せがれじゃあ。うん。四代目。うるさいね、後ろの。三代目は何も言わなかったようだ。なんで息子の俺に九尾なんか封印したんだ。だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたく。ナルト、何歳になる。6歳。そうか、もう10。すまなかった。四代目のおかげの。なぜわざわざそんなことをしたのかには理由が。今から16年前、九尾が里を襲った時もかなりの力を持つ忍びだ。おそらくそいつはまた里を襲う。もう木の葉の里は潰されちまう。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ。それに俺ってば。お前ならその答えを見つけられる。信じている。本当に俺にそんなこと。で言っても子供を信じてるのが親ってもんだから。俺もそろそろ行かなくちゃならない。チャクラも薄れてきている。印を組み直す。だがこれでザハはまだやり直せる。頼んだぞ。ありがとう父ちゃん。どうしてこんな無茶を。あなた、ナルトのこと。ナルト君は自分でキュービーを抑え込みました。今は最後のペインとの決着をつける。答えを持たぬお前ごときが。耐えた。たとえこの距離ならいける。俺が諦めろ。ラセンガン。ナガト、最後のペインが潰され。ペインはこいつでチャクラを受け取って動いていた。抜き取っちまえばこれでもう動けねえは。お前も俺も目指すものは同じ。お前も俺も何も変わらない。お前はお前の正義のために。私は痛みを理解できたか。理解をしたところで分かり合えるわけでもない。憎しみの連鎖が始まる。それが歴史。忍びの世界は憎しみに支配され。行くんですか。一人で行く。あ、日向様。よかった、心配したよ。ありがとう、さくらさん。ナルト、おっちゃんたち。お前がここにいるってことは6人目のペインに勝ったとか負けたとか。何があった。口ではうまく言えねえ。とにかく俺ってば、これからペイン本体の。
俺一人で生きて。ここはナルトの言う通り、一人で行かせて。資格？お前。ペインを止めたのはナルトだ。それに、こいつなりの考えが。しかし。いいから、行かせてやる。コナン、下がれ。お前が、ペインの本体か。平和がのこのこや、俺が憎いか。復讐を成し遂げたいだろう。と今ここで殺し、復讐をしたと。何も答えられなかったお前。安心しろ。急所は避けてある。こいつ、わざと言う。けど他に確かめたいこと。確かめたいこと。気持ちを確かめたかった。やっぱてめえは許せねえ。今にも殺した。くっ。ああ、には本当の意味で理解し合える時代が来るって。俺にそのやり方の答えを託すって言った気だって。やっとエロ仙人の言ってた。だが俺を許せないことに変わりはないは。ああ、確かに。